たいに後楽園ホールたくさんクソ野郎ども応援に来てくれてどうもありがとうな。そして鈴木みのる、8年前9年前のことを思い出すとお前のこと今でも大嫌いだ。だが今日一人だけでプロレスリングノアのリングに来たこと、てめえは本当に男だ。ありがとうな。そして試合前やっちまったな。俺が最近購入したお気に入りの T シャツをなぜだか腹が立って破いてしまった。おい返してくれって。あら、おい南の一列何番だ、何番、南の一列20番の人帰っちまったのかな。まあいい。おい、ここにいる後楽園のクソ野郎ども、そしてレッスルユニバースの見ているクソ野郎ども、俺が気に入った T シャツは原宿のパイプドライバーでいつでも売っているので皆様どうぞよろしくお願いします。そして今夜のようにワンナイトドリーム、ああ本当に後楽園ホール夢みたいな空間だよな。ああ、プロレスリングノアの今の現状じゃこの後楽園ホールはまだまだ非日常かもしれない。それはレスラーである俺が認める。だけどこのような客のクソ野郎どもがいっぱいいる空間がノアの日常にしていかないといけないだろう。今ここで誓ってやる、俺がこの今夜みたいな空間をノアの日常にしてやる。俺たちオールレベリオンがノアの日常にしてやるからな。おい、今日集まってくれたクソ野郎ども、おい、これから俺の夢、そしてノアの夢、そして今日来てくれたクソ野郎どもたちの夢、俺たちで一緒に追い続けていこうぜ。ワンナイトドリーム、おい、最高の夜、最高の夢を見た。だがこれは夢じゃない。おい、未来はこれが現実になるんだ。おい、最後にいいか、てめえらクソ野郎ども、これからはな、今日のような後楽園ホールの空間を日常にしていく。そして世界一性格の悪い男を倒した、世界一めんどくさい男剣を、俺に続いてこい。さあ、剣王がワンナイトドリーム、夢、そして未来を見せました。まあ、そして井上さん、はい、しっかりお客さんのハート、さらにパイルドライバーの宣伝までしっかりしてましたね。そうですね、試合前にもね、あの T シャツを破く、でも破けないということでパイルドライバーの T シャツの品質のね、高さも見せつけましたし、自分で言ってしまいましたよね、世界一めんどくさい男って。
ただその面倒くさい男が8年前9年前のノアにはいなかったんですよね。もしかしたらそれがね今鈴木みのるを撃破できたね要因できたなのかなと思いましたね。いや本井さん、はい、まあ、終始試合は重苦しい空気もあったんですが、はい、結果的に終わってみればね、そうですね、盛り上がりでしたね。本当に熱い風が最後に吹き抜けていたように感じますね。私も原宿のパイルドライバー T シャツ買いに行ったことがあるんですけれども、はい、プロレースであんなに怖い鈴木選手、お客さんに対して優しく接してくださるんですよね。